いつまでも応援してますと。ありがとうございます。医療従事者としてまた明日から仕事なので、本田さんの活躍狙って頑張りますと。頑張ってください。まだもう少しちょっと続くと思いますけど、引き続きよろしくお願いします。